いわゆるこれ木原事件と言われるものなんですが、まあ、ちょっとポイントを簡単にもう一度説明していきますので、これが、多くの人がこのまま終わっちゃうんじゃないかと思ってる方がいらっしゃいますけども、このまま終わらせない方法について私と福永弁護士が考えたものでございます。で、昨日 YouTube 見てるとですね、元国会議員の若狭さん、あの地検特捜部長もされた若狭さんという弁護士さんもご自身の YouTube で同じようなことをおっしゃってましたので、これは非常に有効な方法だと思いますので、もう一つね、僕なりのものも入れてですね、若狭さんだけじゃなくて僕なりのものも入れて、事件の解決についてというか、まあ、事件を動かしていきたいと思います。で、この木原事件っていうのは、まあ木原さんからしたら本当にこの木原事件って名前つけられるのも迷惑な話だと思うんですが、まあ、木原さんの現在の奥様がですね、過去に、前のご主人ですね、木原さんの今の奥さんというのは2人目で、奥様は2回結婚してるわけですね。で、最初に結婚した人が、木原さんの、まあ、今から2006年なので17年前に、お亡くなりになってます。で、その亡くなったものが、まあ、自殺なのか殺人なのか、いわゆる自殺か他殺かで今よく世の中が揉めてると、こういうことですね。で、自殺だと、これは自分で死んだんだということを言っているのが警察庁長官の露木さんという人が7月の13日にこれは事件性がないと言って記者会見までやって、言ったわけですね。記者会見の時に言った。でも、いや、これはまあ他殺でしょうということを言っているのが、亡くなった方のご家族であか、当時捜査に当たっていた佐藤誠さんとい う刑事さん、現場の刑事さんですね。だから現場の刑事さんたちは殺人だで、警察の上層部は自殺だということで、まあ、自殺は他殺というところでこの事件今問題になっていると。で、次、2006年、事件が起こったのは2006年、今から17年前なんですが、当時は警察の不祥事っていうのは結構もみ消されていまして、これなぜ僕が2006年当時は警察の不祥事がもみ消されていたっていうはっきり言えるかっていうと、実は僕は2005年までこの前年まで NHK の報道局にいまして、NHK の職員の不祥事っていうのは紅白チーフプロデューサーによる横領事件の発覚まで実は世の中には出ていないんです。すごいと思いませんか。 NHK の職員というのは2004年以降どんどんいろんなものが出てきましたよね。出てきてますよね。でも私が入局した1986年から2004年までの約18年間 NHK の職員が犯罪で捕まったみたいな話はほとんど出ていません。例えば酔っ払って痴漢をしたとかね、そういうものは出てるんですが、まあ、NHK の内部の金銭的な不祥事については出たことがなかったんです。で、実は僕の上司にあたる報道局スポーツ報道センター長の方が万引きをしたということで、警察のまあ捜査を受けたということがありまして、噂になってたんですよ、部屋の中でね、そのスポーツ報道センターの中で。で、僕ね、直接本人に確認しました、そのスポーツ報道センター長だった人。だからこの人が失脚したんで本人に聞いたんですよ。結構偉い人ですね。別に名前言ってもいいんですけど、まあ、あえて、まあ、その後も万引きしたことが不問にされてオリンピックのね養殖までしてましたけども、要はこの人が言うにね、まあ、あれは万引き、警察に事情聴取を受けたことは間違いないけども、ここに本屋さんがあって、ここに行動があって、こっちにも同じ本屋さんがあるから、こっちのレジが混んでたから、こっちでお金を払おうとして行動に出たところ、警備になんか連行されたんだって苦しい言い訳しましたけど、もう明らかに嘘なんですよ。まあ見してるんですよ。ところが NHK の報道局の偉いさんということで、警察はそれを NHK に報告してもみ消してるっていう。それなぜもみ消したとはっきり言えるかっていうと、僕は2004年に社会部からスポーツ報道センターにのセンター長になった記者の方、元記者の方に聞いたんですよ。もうええか、名前言ってまうか、捕まった人というか万引きした人は杉山さんという人です。で、僕に教えてくれた人は日向さんという人です。全部実名です。まあ、杉山さんという人が、杉山さんの万引きはなぜ世の中に出てこないんですか、報道されないんですかって言ったら、いや、それは警察と NHK の社会部の間で取り決めがあって、警察の不祥事はできるだけ NHK も報道しない、その代わりに NHK の不祥事も警察は見逃してくると、公に発表しないでくれというような取り決めがあったんですって。2004年の時期にそういう取り決めがあったっていうんですよ。で、実際僕は現にそういう万引きをした人が公表されずに、そのまま NHK から天下りをしてですね、長野オリンピックの
国際信号政策のトップをしてたんですね、この杉山さんでしたが、杉山茂さんでしたですよ。どうぞ本もいっぱい書いてる人なんで、杉山茂さん、これが嘘だったらどうぞ訴えてきてください。メールそのこと受けて立ちます。それぐらい、揉み消すことが普通だったんですね。だから、2006年の時も、警察は警察官の不祥事を揉み消すような動きがあって、たのではないかと僕は疑ってるだけです。これ疑ってるだけであって、っていうのは、この木原さんの今の奥さんですね、お亡くなりになった人の奥さんの実のお父さんが警察官なんですよ。で、文春の取材では事件の当日その現場に行ってるっちゅうんですよね。めちゃくちゃ怪しいですよね。で、怪しいからこの当時警察官も今警察官辞めてるんですけど、堂々と僕喋ればいいと思うんですよ。疑われてる以上、元警察官だったらね、と思います。で、この2006年の段階ではそらね、調べたら警察官が人を殺してる可能性があるから、それだったらもう自殺にしてしまえ、年間何万件ってあるらしいですね、不審死っていうのは。だから警察が自殺と言ってしまえばそれで終わるんで、なんかちょっとややこしいな、これ自殺にしとこうってやったんではないかという、これ疑いです。で、そういう疑いが持たれてるにはちゃんと捜査したらどうですかっていう提案なので、その提案をしていきます。で、まあ僕はその警察官が人を殺したっていうふうに言うだけの疑いがあるだけで、言うだけの根拠は文春の記事以外になりありません。で、この3番、疑わしきは罰せずって、こういうね、この国には、疑われている以上は罰を与えない、有罪にしない、まあ、推定無罪とか、疑わしきは被告人の有利するとか、まあいろんなものがあるんですが、まあ実際にこれは警察がですね、調べ尽くしたかどうか分かりませんよ、調べて、殺人ではないとこっちの方は言ってるわけですよね。警察の上層部は、現場の方は人殺しだって言ってるんですけど、まあ、ただ人殺しだとはいえ誰が殺したかっていうのは分からないので、疑わしきは罰せずで、木原さんの奥さんや木原さんの奥さんのお父さんは今そういったことで、世の中にさらされるっていうことは、疑わしきはもう実際罰せられてないんだから、任意の事情聴取や、ガサ入れが入ってるんですよ。ちなみに裁判所まで、調べに行っていいよって令状まで出してるので、結構疑われてるんだけども、まあそれは殺人罪、刑事罰にはしないっていうのが引っかかってきてるわけですね。で、ただここまでいろと言われたら、疑わしきは罰せずなんだから、自分は問題なければどんどん発言すればいいんだけども、木原さんや木原さんの奥さん、そして木原さんの奥さんのお父さんは今のところ黙ってるっていう状態なんですね。で、そうするとどうやって彼らに、まあ、発言させるのか、追い込んでいくのかについての提案で、まずは刑事告訴をするべきだ。これは福永弁護士や若狭弁護士も言ってる通り、まあ、亡くなった方、安田民夫さんという方なんで、安田民夫さんのご家族、これは兄弟までいけると思いますけども、お姉さんお二人いらっしゃる、お父さんもいらっしゃるので、刑事告訴をするっていうことがすごく大重要だと思います。で、今までは殺人事件っていうのは、世の中には申告罪と非申告罪っていうのがあって、殺人なんかは被害届が出なくても、いわゆる刑事告訴っていうのは、被害者あるいはその家族が、警察官お願いします、あるいは検察お願いします、この犯人を探してください、見つけてください、それともこいつが犯人です、捕まえてくださいっていうことをやることです。で、これは例えば名誉毀損とか器物損壊なんかであると、被害者が言わない限り捕まえれないんですよ、犯人。でも殺人罪の場合は当然被害届なんか取らないんですよね。でも殺人罪だから、その刑法199条の殺人罪だからといって、被害届や刑事告訴を受け付けないってことはないわけです。で、じゃあ刑事告訴っていうのを出すとどういうことがメリットがあるかっていうと、安田さんのご家族、亡くなったね、殺されたか死んでしまった安田さんのお父さんやお姉さんは、警察でもいいし、これ警視庁でもいいけど、東京地検でも構いません。今回事件を止めてるのは警視庁なわけですから、地検に送検もしてないので、告訴状っていうのは東京地検にも出せます。東京地検に出すと、東京地検実は特捜部が調べると聞いていますけども、この安田種夫さんが亡くなった事件をですね、東京地検が調べてくれるっていうことも可能性としてあります。ですから家族の方はまず刑事告訴をすることを強くお勧めします。で、刑事告訴をすると、途中で捜査を、まあ、不起訴にするとか、まあ、告訴をすると必ずね、送検しなきゃいけないんですよ。これは告訴に関してはもうつきもので、警察で止めちゃいけないんですよ。警視庁で止めちゃいけなくて、東京地検に回さなきゃいけないっていうルールがあるので、これだからまず刑事告訴を受理してもらえれば、安田さんはすごく、有利っていうか、進みますことが。で、地検がもし起訴しないとなれば、それは検察審査会という一般の人が、
選ばれている、ここで起訴しないおかしいじゃないかって順番になるので、このままだと警視庁のトップっていうか、警視庁っていうのは東京都警のことです。大阪府警、神奈川県警、東京都警と言わず東京だけ警視庁っていうんですが、この警視庁の上の検察庁長官の人が自殺だと言ってるので、地検の方、いわゆる検察の方はまだこの事件については書類が来てないので、調べれるっていうことで、これぜひね、地検に僕は刑事告訴すれば動くんじゃないかと思ってますね。地検が不起訴だといえば検察審査会が動くということになるんで、ここで初めて一般の、これ検察審査会っていうのは一般の人から選ばれた人なので、裁判員裁判の裁判員と同じです。ちなみに僕もね、裁判員裁判に選ばれたのがあるんですが、残念ながら僕は当時刑事事件の被疑者、被告人だったので、裁判員になれなかったんですが、同じです。検察審査会っていうのは、検察が不起訴にしたものが不当だということで、ちゃんと起訴しなさいっていう機関です。これが一般の国民がやっているものなので、ここへ持ち込めば、なんかうまくこの事件動くんじゃないかなと思います。で、もう一つ、これは僕の独自の新しい考え方なんですが、この佐藤誠さんという元検事ですね、彼は守秘義務違反をしてるんですね。警視庁の刑事ですから、東京都の、まあ、いわゆる地方公務員法というですね、ものがあって、そこに、本人も言ってますよね、地方公務員法の守秘義務違反を犯してる。であれば、これ佐藤さんに非常に申し訳ないんですが、別に佐藤さんもそれを確保してやってるということなので、刑事告発を佐藤さんに行うっていうこともできるんですね。これはちなみに刑事告訴は被害者、あるいは被害者の殺人事件の場合は被害者の家族なんですが、刑事告発はこれは日本国民であれば、国民じゃなくてもできるのかな、まあ、いずれにしてもできます、誰でもできますそうすると佐藤誠さんって刑事は勝手に捜査情報を漏らしてると、これ捜査情報の守秘義務だろう。特に僕驚いたのは、まあ、タクシーのドライブレコーダーの音声や映像、まあ、音声、少なくとも音声を取り寄せた、そんなんて違法捜査じゃない？警察の力を使って令状もなく乗り込んだタクシーの音声取っていいの？とかめっちゃびっくりしましたよ。でそこで語られてるのが、木原さんが奥さんに対して、俺が裏で手を回してあげたから安心していいよ。あれね、文春は裏で手を回したっていうことを本当だと思って動いてますけど、さすがにね、本当できないんですよ。もし政治家が裏で手を回せるんだったら、木原さんが二階さん、当時のね、元木原さんの偉い二階幹事長にね、言った時に、そんなのもみ消せよってなるわけじゃないですか。でも二階さんはちゃんと警察の任意の事情聴取に答えなさいって言ってるぐらいなんで、全然裏で手回しないんですよ。それは佐藤刑事も多分奥さんを安心させるためのハッタリなんじゃないかな、可能性もありますって言ってるんで、ただそういう捜査をしていることや捜査内容をですね、わざわざ記者会見してベラベラ喋るっていうのは、確かにそれは地方公務員法違反ですよ。あのこと言ったら、もうそれ調べされた木原さんの奥さんからしたらたまったもんじゃないわけですよね。でもそれは僕は佐藤さんは甘んじてその可能性はあるだろうなということで、彼をこの自殺だと言ってる警察庁が読んで、お前地方公務員法違反やっていうことはないんです。これこの事件はこのまま終わらせようとしてるんでね。だからあえて国民が刑事告発をしてですね、この佐藤さんって刑事は地方公務員法違反だから、彼を調べてくれって、これ東京地検の方に出すと、まあ佐藤さん呼ばれるということで、それで佐藤さんの言ってることが、佐藤さんは守秘義務違反をしてでも通報義務があるからやってるってなれば無罪になるんです。公務員は常に、まあ、NHK 職員もそうなんですが、悪いことを見つけた時に通報するっていう義務があるんですね。これは刑事訴訟法に出てます。これ公務員だけの義務です。で、逆に業務上知ったことは黙っとかなきゃいけないっていう守秘義務と板挟みになるんですね。で、今回の件は佐藤さんはもちろん守秘義務をよりも通報義務の方が優越するからっていうことで、法律のことよく分かってないけど、もうそこは決意を決めて出てこられてるわけです。非常に勇気のある僕は発言の告発だと思いますよ。これよく似た、ね、事件で言えば海上保安庁の石木勝さん、戦国38こと石木勝さんが海上保安官として得た秘密ですよね。中国漁船が日本の巡視艇、海上保安庁の巡視船にぶつかってきた、その映像を見た、業務上知り得た秘密なんですよ。でもそれは中国が悪いことを意図的にぶつかってきたことを国民に知らしめる、通報しようという通報義務、中国の船長が犯罪なんだということを伝えようとしてるわけだから、
じゃあ守秘義務とその通報義務のどちらに重きが置かれるのかっていうところがあれ争われたわけですね。石木さんの場合あれ起訴猶予処分になってるんで有罪でも無罪でもないんですけども、まあ、いずれにしても佐藤さんもそういう形で耳目を集める方が僕はいいと思ってます。いろいろと騒いでね。だから、家族の安田さん家族が刑事告訴をできないんだったら我々国民が刑事告発を佐藤さんにやってこの事件を動かすべきじゃないかなと思ってます。で、まあ文春の方がまた明後日早ずれが出ると思うんですけども、あのいずれにして僕はね木原さんは本当今回被害者ですよ。これ無力だと思います。木原さんの当時の2018年の篠原さんのポジションではまあ僕はやっぱり木原さんにそんな力あるのかな、僕は与党にそういう力あるのかなちょっと疑ってたんですけども、やっぱり二階さんの助言がまさにそうですよね。捜査には協力しなさい、実際その二階さんが言ってくれたことで佐藤さんは木原さんの奥さんの捜査ができたとは言っていますし、まあ家宅捜索も入ってるわけですよね。木原さんの奥さんのお父さんのお家から、まあだからあまり木原さんは関係ないんだけど、まあただもうこれだけ世の中に知れ渡ってしまったのでもう木原さんはもう政治家としての、まあ、出世っていうのは完全にちょっと止まってしまったというか、すごい勢いで来てましたから、これ内閣官房副長官っていうのは過去に太田さんいろんな総理大臣経験者がやってるポストなんで、このままいけば木原さんは、将来10年後とか10年以内に総理大臣になるような出世コースを言ってたんですけども、まあ、これは間違いなくもうなくなってね。で6番、ちなみにこれをリークしているのは木原さんの愛人という説が誠しやかに流れてます。いわゆる怪文書というのが国会内に出回ってます。僕も見ました。木原さんにはですね、奥さん以外に、愛人がいます。でその愛人が今回の件いろいろとリークをしているという噂が国会内で、誰が書いたかわからない怪文書というのが流れてます。というのがちょっと国会の中で働いている僕からの情報です。プチ情報ですかね。で7番、 Zリーの桃さん、Zリーっていうのは知ってる人分かると思いますけど、まあツイッター今は、まあ、X の名前に変わってるんですけど、ツイッターで有名な人ですね。この事件の裏側をかなり知っている、まあその覚醒剤の出所とか、まあこの亡くなった安田民夫さんは致死量を超える覚醒剤が体内にあったとかっていうことで、その覚醒剤の入手ルートなんかを知ってるのがももさんという人で、ももさんに対しては、警察も事情聴取してるのに、ももさんの件が今文春に出てこないがおかしいみたいなことで、このね Zリーさんっていうのは僕も実は会ったことはありません。まあガーシーはいろいろとね連絡取り合ってたようですけども、もう少し言うとですね、僕は Zリーさんに会いたいということで一度会いたいとお願いをしたことがあります。ただまあ裏の社会の人なので、僕は一応まあ一応というかもう全然表の社会の人間なんで、まあそこはまあ共通の知り合いが共通というか、まあ、Zリーさんを知ってる人を知ってたのでその人にお願いしたんですが、まあ今は連絡をね直接取るのはやめましょうということことを Zリーさんの方から言われているので、僕は Zリーさんとは直接連絡は取ってません。ただ彼の情報っていうのは決していわゆるデタラメなことを言うような人ではありませんので、Zリーさんが言っているももさんっていう人が今出てきてないっていうことも非常に、疑問だなっていうか、これから出てくるのかもしれません。まあいずれにしても文春はまたこれが今までの文は第1弾って言ってますので、第2弾という形で、まあ明後日のまた新しい週刊文春の記事がこの木原さんに関係するものが出てくる、まあ今週出てこなくてもまた来週出てくるんじゃないかなと思います。まあいずれにしても、まああと立憲民主党がね、これプロジェクトチームを立ち上げて検察庁を呼ぶってことも言ってますので、まあ我々国民ができるのはこの佐藤さんを告発する、僕もちょっとなんとか安田さん家族と連絡取りたいなと思ってるんですけども、刑事告訴をされればですね、今止まってるものを動かすことができると。ぜひね、この疑惑、多くの人が真実知りたいわけですよ。殺されたのか自殺なのかで、警察の上層部は自殺と言っている、でも現場の刑事さんはほとんどが殺してると言ってるわけですね。で、もしそんな自殺なのを殺されてる他殺だというような元検事が出てきたらちゃんと裁くべきでしょ。それはちゃんと佐藤さん裁くべきだと思いますので、警察の上層部もですね、公務員法違反、地方公務員法違反の守秘義務違反で、ちゃんと捜査するべきだと思います。